はい、本日はこちら人差し指の爪が結構大きく亀裂が入ってしまって、短くも切れないし、お肉のところに亀裂が入ってしまってとっても痛いので、こちらを身近にあるもので補強をしてみたいと思います。と、本日使う材料はこちらの紅茶のティーバッグを使って補強をしてみたいと思います。を使います。それではスタート。はい、それではこちらを切っていきます。こちらのティーバッグから切り取ってみました。こちら人差し指の幅に合わせて切り取ります。ではこちらを使っていきたいと思います。はい、ではまずベースを塗ります。はい、ライトに入れます。では先ほど切ったこちらのティーバッグの紙を爪に合わせていきます。きちんとこちら亀裂が入っている端からこの反対側ははみ出ないぐらいでカットします。ちょっと大きいのでカットしていきます。はい、こちら亀裂が入っているところから反対側はこんな感じで大丈夫です。ではこちらを乗せていきたいと思います。ではベースジェルを塗ります。乗せていきます。乗せると浸透して透明になります。しっかりと爪にくっつけていきます。はい、しっかりとくっつけていきます。こちら浮いてしまうと亀裂補強の意味がないので、しっかりとくっつけてライトに入れます。はい、ではライトに入れていきます。はい、こんな感じで硬化されました。ではこちら、このいらない部分の紙をエメリーボードで削っていきます。削り方もこう上からグッと下に行くと綺麗に削ることができます。ここで一旦綺麗にアウトラインを整えていきます。はい、では一旦拭き取ります。はい、ではトップジェルをのせていきます。
はい、ライトに入れます。はい、ではもう一度トップジェルをのせます。はい、ライトに入れます。はい、では未硬化ジェルを拭き取ります。はい、こちらで完成になります。見た目は透明なので中に紅茶のティーバッグが入ってるってわからない見た目です。引っかかりはしっかりと端が覆えてることによって引っかかりは全くありません。強度は最後にトップジェルを2回塗ることによって厚みが出て強度も増します。急に亀裂が入ってしまうと痛かったり引っかかったりしてしまうので、こちらのやり方とってもおすすめです。もし亀裂が入ってしまった時などにぜひ試してみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。